東ドイツマルク、ドイツ民主共和国マルク、とは、ドイツ民主共和国、東ドイツの通貨単位。通貨補助単位はペニヒで、1マルクイコール100ペニヒ。記号は M。日本語では一般に東ドイツマルクと呼ばれるが、西ドイツ及び統一ドイツのドイツマルクと異なり、ドイツ語では一般に、ドイツにあたる言葉は、マルクの前につけない。ただし、導入当初は、 ドイツマルクが正式名称であった。そのことからオストマルクは東を意味するの用語が最も広く使用された。1948年6月20日第二次世界大戦後にドイツ西部地域1949年にドイツ連邦共和国西ドイツが発足を占領していたアメリカ合衆国を中心とする連合国が通貨改革を実施し、 戦前から使用されたライヒスマルク及びさらに以前のレンテンマルクを新規のドイツマルクへと強制的に切り替えた。ドイツ東部を占領し、分断されたドイツ西部の資本主義化、反響化を警戒するソビエト連邦は分断固定化につながる。この措置に反発したが、西部地域で流通できなくなった旧マルクは、東部地域大量に流れ、インフレーションが突発した。 この緊急対応としてソ連は同年7月24日に独自の通貨改革を実施し、ドイツ発見、振替銀行、あとのドイツ発見銀行を設立して、独自のドイツマルクを発行した。この一連の措置は混乱するドイツ経済を戦後復興に向かわせる一助となった反面、冷戦によるドイツの東西分断を固定化し、同年に ソ連によるベルリン封鎖を引き起こした。その後、このドイツマルクは1949年10月3日に旧ソ連占領地域に設立されたドイツ民主共和国東ドイツに継承され、皇定通貨として発行が続けられた。1964年8月1日にはマルク、ドイツ発見銀行マルクと解消され、1968年1月1日からは、 ドイツ発見銀行をドイツ国立銀行 M となったが、その価値は変わらなかった。1972年に東西ドイツ基本条約が結ばれ、両国の共存を前提として、西ドイツとの関係がようやく安定したが、二つのマルクが存在することは変わらなかった。東ドイツも戦争の後輩から立ち直って、社会主義国では優等生と表されるほどの、 経済成長を続けていたが、奇跡の復興と称賛された西ドイツとの格差は大きく開いており、アメリカドルに次ぐ国際通貨として広く流通する西ドイツのマルクと区別するため、東ドイツのマルクは DDR マルク、あるいはドイツ語の東からオストマルクの故障が定着した。1989年、東欧革命で、 従来の閉鎖的な社会主義独裁体制を放棄した東ドイツ政府が国境の全面開放を決定し、ベルリンの壁が崩壊すると東西間の交流は一気に拡大した。それまで厳重だった通貨管理は自由化され、東ベルリンをはじめとした東ドイツ国内には西ドイツマルクが大量に流通した。一方、東ドイツマルクは西ドイツ側ではほとんど通用せず、 東ドイツ国民は銀行で不利なレートで手持ちの東ドイツマルクを西ドイツマルクに変えてから国境を越えた。この東ドイツの新たな混乱はドイツ再統一への機運を一気に高めた。1990年3月18日、東ドイツの人民議会選挙では西ドイツの各政党からの支援が認められたが、西ドイツのヘルムート・コール首相は 自らの属するドイツキリスト教民主同盟の同盟党の支援策として、実践よりも東側に優位なレートでの通貨統合の実施を公約として、東ドイツ国内を有した。これが成功して、選挙ではセディが勝利し、再統一への道が開かれた。同年10月3日の再統一に先立ち、7月1日に東ドイツマルクからドイツマルクへの通貨交換が行われ、 東ドイツマルクはその役割を終えた。東ドイツマルクは公式には西ドイツマルクと等価であったが、実際には西ドイツマルクの方が東ドイツマルクよりも通過価値が高く、西ドイツマルク対東ドイツマルクでは差があった。民主化運動の開始で東ドイツの混乱が拡大するとこのレートはさらに悪化し、ベルリンの壁崩壊後の実勢レートは1位。 西ドイツマルクに対して10東ドイツマルクという報告がなされた。1990年の東ドイツ人民議会選挙でコールが約束したのは以下の3本立てのレートだった。これはその時点の実勢レートよりも東側を強く見たもので統一した場合の生活に不安を持っていた東ドイツ国民、特に自分の長年の労働の成果が低く見られると、 恐れていた高齢者層に歓迎され、ドイツ社会民主党有利の事前予測を覆して、席を対象させた。しかし、これにより再統一に関わる、経済負担はさらに増し、西ドイツ国民の不満は高まった。また、割高な交換レートがもたらした、賃金上昇により、西側の製品よりも、品質で劣る分を価格で補っていた、東ドイツの各企業は競争力を失い、 企業閉鎖や従業員解雇が続出した。これは統一後の旧東ドイツ地域に不況をもたらし、再統一のコストをさらに押し上げる結果となった。なお、200マルク津と500マルク津は実際の流通に至らなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。